瀬戸り探してた。瀬戸りちょっとすぐ出せなかった。オッケー。オッケーです。リクアワカラオケ。ちょっとプルルするね。プルルルオッケー。オーバーチュア確かにオーバーチュアからやっとこうか。あ、あったあったあった。で、オーバーチュアさすがにランクインしなかったね。え、みんなすると思ってた。オーバーチュア、オーバーチュアってどうやって出てくるんだろう。あ、出てきた。1位やと思ったオーバーチュアが。そんな。え、いると思ってた。え、そうできるらしい、オーバーチュア。お、始まったよ。ラブシーズスイジョリーノーカモンラブシーズスイジョリーボディエーノ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 ーまだここなんかやってる。 STUDA ルルルルル Are you ready? 言えなかった。はい、始めます。まずは片思いの入り口20位。片思いの入り口教室から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか。片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。恋の気配急に感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビューみたいな桜の木、切なく悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口、同じ校舎で学んでるのに、僕らもはぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しいんだろう。クラスメイトの一人だったのに、振り向いた彼女を思い出すんだ。
斜め前の席に座っていた。その存在当たり前すぎて、異性として君求めなかったよ。教室から何が見える？カーテンがふわり回って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が鳴く。心に何が見える？純粋な愛か期待願望なのか。僕の風は吹いてるか？彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学路、偶然十字路で出会った。久しぶり、一言がなぜか言えずにぎこちなく半分微笑む。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき、入学式デジャビューみたいな桜の木。切なく悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口。ありがとうございました。片思いの入り口20、これめっちゃ可愛かったよね。みーひんさんとひなさんとココアさんとありちゃんさんでリクアは披露しましたね。あの制服が、衣装が可愛かった。すごい制服のだし、結構なんだろう、あのサイズ感が似てる先輩方だったというか、片思いの入り口が、うん、だからこうリハーサルの時から片思いの入り口をこう見ててくるくると、なんかもう可愛いって言ってたね。あやさん、初見さん、こんばんは、ありがとう。いや、これ一人で歌うのめっちゃ難しい。あのサビ前特に息ができん息継ぎできんくなる。全然すごい、あそこ難しいよね。この曲結構息継ぎするタイミングが A メロ B メロ特にサビ前めっちゃ難しいね。この曲サイズ感をね、かわいいかわいいあれでしたね。かわいかった。続きまして、続いてはね、19位、 ST48 岡山バージョンなんですが、なんとこの中にね ST48 岡山バージョンはないので、じゃあここで少し雑談タイムを雑談タイムに行きたいと思います。雑談タイムは、じゃあ、あのサンキちゃんの話今さっきしようと思ってた、サンキちゃんの話を少し、どれだっけ、あ、そう、井出かなうちゃん、井出かなうちゃん、他のバージョンもないんよね。入ってないんよ、 ST48 自体がこちらのカラオケに入ってないんですよね。そう、井出かなうちゃん、井出かなうちゃん、そう、なん、あの149センチなんだって。149センチらしい。なんと140センチ台の子が、惜しい1センチちっちゃい私の方がなんかそう初めてサンキちゃんに会った時に井出かなうちゃんがいて、ちっちゃかったんよ、すごい。で、割とさ背高い子多いじゃん、サンキちゃん背高い子多いから、井出かなうちゃんがすごい、あのその中でもより小さくって、見て、肌から見てて、うっ、もしかしてこれいい勝負なんじゃないかと思ってこれもしかして私の方がおっきいあるんじゃないかと思って
でも、まあ、初めての一発目のリハーサルというか、一発目さんきちゃんがそのリハーサルに会いに来たタイミングだったから、そんな何センチですかとか背比べしませんかなんて聞きに行けなくってマネージャーさんに聞きに行ったんですよ。そう、井出さんかなうちゃんって何センチなんですかって聞きに行って、その話してもしかしたらって話をしに行ったら、そうなんかちょっとそれさっき担当のマネージャーさんじゃなかったから、ちょっと待って調べてみとくわって言って、でそれからちょっと時間経って、あ身長分かったよって言われたんです、マネージャーさんに。え何センチでしたって聞いたら教えてくれなくって、なんでか知らんけど身長でもなんか岡田の方がちっちゃかったよって言われて、え何センチなんですかって言ったら、いやまあ何センチかは言わん、まあ岡田の方がちっちゃかったよってなんでこんなに固くなり教えてくれんのんじゃろうと思って、んでその次の日ぐらいのそうリハーサルで、みんなでその日そのリハーサル室を使うのがもう最後の日だったから、みんなでこうなんかシール、このなんだっけ、立ち位置番号とかが書いたシールとか、こういうバミリをしてたシール剥がしたり、モップをかけて最後掃除をしてたのね。してサンキちゃんも一緒に掃除をしてくれてて、でちょっとなんかほうきでほこり集めてる時にちょうど井出かなおちゃんが目の前にいたので、あ井出かなおちゃんがいると思って、今だと思って井出かなおちゃんに話しかけて、背比べしませんかって、背比べしませんかって言って話しかけて背比べしたの。そうで、そこにももちゃんさんとかもいたから、そう背比べこう一緒に背中合わせてしたんだけど、背中合わせた段階では私の方がちっちゃくって、ちょっとだけちっちゃくって、で身長何センチって聞いたら149ですみたいな感じで言ってね、1センチってなりましたそこで教えてもらった、私もそう井出かなおちゃんに、そう私から言ったの、もう背比べしたくって、背比べしたすぎて初めての会話背比べでした。そうめっちゃうまくそうでも初めて140センチ台に出会ったの、割と人生でもそんなに140センチ台の18歳でしょ、同じ年齢ではないけど同じ年代ぐらいで同じ148センチ台の子に会うことなかなかないから、それもなんか新鮮だったし、140センチ台仲間ができました、なんと。まあでもいやでもさ、なんかいやたとえ1センチでも1センチでも私の方が大きいってやってみたいやん私の方が大きいってやってみたかったから、それはできなかったけど、うん、まあアイデンティティは守られたってことでいやでも仲良くなりたいなと思いましたね。低身長ミニマム同士、ともっちさん卵からこんにちはありがとうっていう三期生ちゃん話でした。うん。アイデンティティは無理。来年には入れちゃう。確かにね、縮みやすいからね。低身長148センチ台の人縮みやすいので、わかんない。本当に縮みやすいんです。私もよく縮むからねっていう、まあまあでも仲良くなりたい、そう、それがきっかけでちょっと話してでかなおちゃんとお話できました。
仲良くなりたいですね。いや本当ね、小学生、確かに小学生とかならいるよね、ちっちゃい子探すなら、もう小学生か中学生かとかになっちゃうけど、今回最年少の子たちはみんななんか大きかったし、中学生の子も2人いるのかな、サンキちゃんでも大きかった、2人とも大きかったイメージ。うん、ノアピとクルクル、クルプルじゃないわ、リオツンノアピも身長高いしね。よし、それでは続いて18、大好きな人、大好きな人行きたいと思います。そうな、140センチ台はね、今のところ STU では2人だけかなですね。大好きな人、これね、みんな投票した？大好きな人いい曲だよね、ほんとに。披露したい、披露してみたい曲の中にあります、大好きな人。
わあ、いい曲や。ギフトもありがとうね、みんな。たくさん音符にハートに。ね、大好き、あずちゃん。私も大好きな、みんな。あ、喉がギュンってなった。聞こえたかな、今の。よし、続きまして。でもね、ないんですよね。青春各駅、次、17位。青春各駅停車。なんだけど、ないよな、この曲ね。いや、めっちゃ、で、一番嬉しかったかも、この曲が。聞けたこの、生で聞けたのも初めてだったし、青春各駅停車の、衣装？衣装っていうか、なんかあの、私服っぽい感じのあの衣装。かわいいよね、初めて見れた。そう、ないんよ。確かにめったに聞けないよね、だよね。ラー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 俺、大声で俺たちの天使言っていいんだよ、俺たちの天使ってお家の中で叫んで、俺たちの天使って。続いて、16位もこの中に入ってないんですけど、誰かといたいでした。これみちゅさんがね、一人で誰かといたい、これ披露したんよ。とろみちこっこさんの歌なんだけどね、みちさんすごい、誰かといたい。ちょうどあの MC とか早着替えの関係で誰かといたいの時はね、私とねノアピとくるくるとリオツンと4人でだあのひな壇のところ座ってね、こうやって後ろであのワイワイしてました。誰かといたい、みちさんが一人で誰かといたい披露してる時ね、かといたい。あーね、代わりに一人あざと女性ねいや MC まで忠実に再現せんでいいんよやりませんあざとね。ともたんさん、初見さん、こんばんは。でも一人で、一人の、みちさん一人の誰かといたいも、なんかよかった、なんかすごい、なんか来るものがあったかもしれない。あった。うん。ね。じゃあ続きまして、15位の。待機してたの、あざと選手権。じゃあ分かった。じゃああざとゼリフ1個だけ1個だけじゃ、なんかじゃ1番今から、あー分かった、じゃあ自己紹介やろう、自己紹介だけやります。あざとい自己紹介もう1回ここでやりますね萌えゼリフじゃなくて自己紹介するわ。慎吾さん結婚してありがとう投げないでよ、好きじゃあ自己紹介やるね、私のあざといバージョン自己紹介。じゃあちゃんとみんなお家の中で叫んでください。いきますよ、あざみになります。はい、 OK。隠されすぎないで巻きでいきます。じゃあ私がせーのって言ったら、ねえねえ俺たちの天使って大きな声でお願いします。いきます、せーの、あれ
なんかコメントの数少なくない？本当にお家の中で俺たちの天使って叫んでる？あずみんの心まで全然届かないな。じゃあ次はもっともっと大きな声でお家の中で叫んでね。あとコメントでポチポチしてね。いきます。せーの。あずみん、照れちゃう。全人類を上目遣い。ST481 ミニマムな148センチ20チャイのあずみんこと岡田あずみです。キュルーン。はずいわ。これもうね、やる直前まで本当にこれやるべきか悩んだもん。尺を取りすぎたあずみんの全力自己紹介でした。リオさんかわいい、ありがとう。20ちゃい。いや、もう一回やりません。 やりませんよ。 でもこれマイキューさんに6周年の時かな、袖でね待機してるタイミングがマイキューさんと同じ場所で待機してて、そしたら「あずみんって二十歳なんだね」って言われて、マイキューさんに リクアワの、20歳って言ったので、二十歳っていうのを初めて知ったらしいです。 多分10代だと思っていた、思われていた。 マイキューさんに20ちゃい、20、そうだから20ちゃいなんですよって言って。 そう、いやでもね、もう20ちゃい、そうだよね。確かに何歳だと思っていたんだろう、マイキューさん。一度、いや、ずっと私の自己紹介、あざと自己紹介になっちゃうよ。通常バージョンからあざとバージョンにリニューアルされちゃう。一日一回やってたら。そう。いやでも確かに20歳って言われることの方が少ないので、もう全然ね、あれなんですけど。20歳、20ちゃいだぞ。 でも20ちゃいだぞ。マスクつけるとより二十歳には見えんねとも言われる、マネージャーさんとかにも。こんばんは、昼休みさん、音符ありがとう。確かに色気出そう、色気。 とりあえず髪を羽ばたかせる。色気。 色気の出し方、羽ばたかせることしか知る。 髪の毛羽ばたかせる。 確かに 2.5 期みんな若い。いや、それあるね。みんなね、そうだよね、若いから。なんか違う。 色気なんか違う。 よし、じゃあ次行きましょう。 終わんなくなっちゃう配信が。思い出せる恋をしよう、思い出せる恋をしよう、行きます。これはね、15位、思い出せる恋をしようでした。これもね、この6周年、リクアワはね出なかったんだけど、6周年で初めてね披露した曲だと思う。重恋。嬉しかった。
どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたっけ。うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰も見な続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。ありがとうございました。いやー、いい曲だね。全部いい曲だね。あれ、え、待って、そんなことある？待って、接
手取り見てた iPad の充電が切れちゃった嘘じゃろ今さっきまで元気だったじゃん。あらら、ちょっと待って、今復活させ中です。 MC でつなぎましょうあ、でも次の一杯の水だったから、一杯の水だったので、ルヤくん、エッグありがとう、スエちゃん、レインボースターありがとう。あ、ついたねえ、嬉しい、歌声ありがとう。でもおもこいね、今回できてよかったです、めっちゃ嬉しかった。2期生さんバージョン踊ったよ、私2期生さんバージョン踊りました。一杯の水ないよね、投票してた？みんなおもこい、おもこい投票したかな。目力もない。確かにカラオケボックス、ちょ昨日急に決めちゃったから、確かにね、カラオケボックスでやろう。夢力もないなんで夢力、夢力入れてほしいよ、夢力夢力入れてほしいよね、この中に夢力欲しいです、めちゃめちゃ。ないんだよね夢力ね、あってほしいよね夢力、ほんとにね。おもこえと、あ、おもこえ投票した、あグッジョブグッジョブやん、いいよね、おもこいいもんね曲ね。確かに次回は6周年セトリでカラオケ配信ありだね、それしよう、それやろうや、やろうやろう、やりたいね、6周年セトリでカラオケボックスでね、カラオケボックスでやりたいね。で続きまして、15位がおもこいで、14位が一杯の水、13位が夢力、12位がペダルと車輪と来た道とでした。じゃあ12位のペダル行きましょうか。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう、くじけそうな時には、風を味方にして背中も押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる。もっともっと先へ、そろそろこの辺りで足もついてしまおうか。弱音を吐きたくなる、もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか、ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星は輝いて、明日のその道を照らすよ。次は確かに NW オーディション思い出す、この曲。
生きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ。じゃん、ありがとうございました。オーディション思い出すね。なんかオーディションの時に初めて振り入れ、 STU の初めての振り入れというか、そのダンスオーディションみたいな振りを入れる一次審査のダンスの新オーディションの曲がペダルで、そうで、その後二次審査も合格できて公演を回るってなった時に、オーディション公演みたいなのを回るってなった時も、そのセトリの中にこのペダルが入ってて、あのペダルが含まれてて、そのペダルのあのセンターだったんですよ。ペダル、そのオーディション公演の時のペダル、人の中に入ってたペダルのその時センターをセンター曲で、みんなそれぞれにセンター曲あったんだけど、私はペダルがセンター曲で、そうだからそれもあってすごいなんか思い入れがあるし、曲的にもすごい、なんだろう、元気もらえる曲、めっちゃ好きな曲だから、曲としても好きだし、そういう思い出も含めて好きですね。ペダルは大好きな曲です。ギター、そうじゃーんなんか最近そのオーディションの時の公演の映像みたいなのがなんか流れてきて見てたんだけど、うわーがむしゃらだなと思ってすごいがむしゃらに踊ってる私がそこに映ってて、なんか懐かしい気持ちにもなったし、なんかあ、うん、すごいパフォーマンス的にはね、パフォーマンス的にはこの時からよりまた成長できてるんかもとも思ったし、でもそのがむしゃら感がいいなって思った。なんかあ、なんか思い出しました、その時の全力を全力をっていうか、なんか頑張ってた、いっぱいいっぱいに頑張ってた自分をすごいその映像を見て思い出して、なんかうん、全力弾み頑張ろうってなったな。合ってる？あ、本当？ね、でもね、歌詞いいよね。もうそっか、嬉しい。こんばんは、これでしょ？じゃじゃじゃららじゃーん、じゃーん、じゃーんってやつ。めっちゃ、ペダル漕ぐ振りだよね、最後のね。ペダル漕ぐ振り。私もあそこめっちゃ力込めてやってた。オーディションの時。じゃあ続きまして、11位。花は誰のもの？花は誰のもの？花はみんなのもの。花は誰のものです。どうぞ。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに。ラララララララ
ポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上、ララララがどこであろうとも、日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く、誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元はどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。ララ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 ラ。ありがとうございました。わ、花がいっぱい。ダンスいいよね、全部いいよね、この曲。確かに私ももうちょっと上位に食い込んでるかとちょっと思ってた。うん、花誰、船寄りで10位が船寄りでした。船から降りた僕たち。船寄りもね、歌いたいけどないんだよな。船寄りないんですよね。よし、じゃあちょっともうあと30分なので、ここからは結構ある曲が多いからテンポよく行こうかな。思い出せ、次は9位。思い出せてよかったです。思い出せてよかった。こんばんは。君と知り合ってどれくらいだろう。いつが初めてか覚えていない。ずっと昔から聞いていたようなこと。コメントで笑ってしまう。ごめんごめん。
捨ててどこへ急ぐのかな、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなけ忘れてきっと流されていた。ただの付き合いで言っただけなのに、花火大会に君がいたんだ、誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ、打ち明けた五尺玉消えるたび枕で、そばの誰かさえも見えず、僕は揺れる影のようで孤独だと思った、思い出した希望は遥かあの街の風の匂い、海を見つめ語り合った未来、青春時代の友は元気だろうか、したよ出会って、僕は今だって変わってない、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。ありがとうございました。続きまして、8位、夏の好きはご用心、夏の好きはご用心、このランクインも、すごい。サマータイム、サマーラブ、幻想、どうする、
まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけど、きっと呼んでも来ないんだろう、なんか懐かなそうで、話したって関わったってあー面倒だ、それでも気になってしまうしまう、なぜか無視できないんだ。 It's this feeling、 まさかこれって恋かな恋かな、そんなわけない、やめてくれ。夏の月は雇用人、ただの蜃気楼、暑さに棒となった錯覚さ、いつもならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマーピースサマーチャンス、想像これからずっと前から気になっていた存在感半端ね、だけど気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けね、君が近づく僕も近づく、あー危険、理想のタイプと違う違う、手には負えない君さ、付き合ったことがないだからこそそう余計に余計に、なんかビビッと来ちゃったよ。恋のキスは意味不明、気づいたらしてた、どっちの方からしたか覚えてない、なんかハートハープ使ってハートしたんだよ、ちゃんと準備してたんだ、完璧にしたのに、ああポンコツだね、理屈じゃない、もっと本能的な、目に見えないフェロモンってやつやられたらしい、ノックアウトさ、僕は無抵抗でしかない。夏の月は雇用人、ただの蜃気楼、暑さに棒となった錯覚さ、いつもならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマーキスメモリーズロマンスいっぱい、めっちゃいいところで止まっ、好きめっちゃいいところで止まっちゃいました。風をどうよいしょスキー充電が充電やばい、どっちも充電が、ちょっと充電、ちょっと MC 挟みますちょっと MC タイムしよう、まさかのここまで6位の披露が終わりました。夏のスキーはご用心、これ可愛くない？おじいちゃんにもらったんよ。なんかこれの話しますね。なんかそのお姉ちゃんと、お姉ちゃんとここの2人ぐらい始めたタイミングで、なんかそのキッチン用品、家具と、家具じゃないわ、フライパンとかそういうなんか包丁とかお皿とか全然揃ってなくって、
で揃えて構わんといけんねって言ってたんよ。そしたらおじいちゃんがなんかもらい物みたいなのでいっぱいキッチン用品持ってったらしくって、ずっと眠らせてたんだって、棚の中にフライパンとかいっぱい。そうで、フライパンとか包丁とか本当にもうかあのキッチン用品いっぱいあって、おじいちゃん家にそれをね全部もらったんですよ。うん、だからでそのタイミングでこのねグラスもいっぱいもらって、なんか他にもこのシリーズいっぱいグレープ、ブドウとみかんとバナナとイチゴとってなんか何個か種類があるコップなんだけど、なんか今最近若者の流行りらしいよこのなんかそうおじいちゃんがくれる時に、最近これめっちゃ昔におじいちゃんが買ったやつらしいんだけど、なんかこういうグラスが最近若者で流行ってるよって出してくれて、あのもらったらしくって、でも私お姉ちゃんがもらって帰ってきたんよ。私その時いなくってお姉ちゃんに聞いたんだけど、そう流行ってるんだ。そうでもお姉ちゃん私も若者なのに流行ってること知らなくって、私はもう知らなくって、え流行ってるのって言って、レトログ流行ってるんだ。そう、あじゃあ回ってくるっていうもんね、流行って。そう私はもう若者ね、おじいちゃんの方が詳しかった流行に敏感だったそう全然知らなくって、流行ってるのも知らなかった。新地さんエッグありがとう。そうなんだ、うん、リバイブね。でも流行りってね回るっていうもんね。そう流行ってるよって言ってくれたんだって。パインとスイカはねないんですよねその2個はないな。バナナとイチゴとみかんとブドウがあるね。一周して、そう令和の昭和アイドル流行りのね最先端、最高。そう逆に最先端、私の流行りは逆に最先端なんかもしれん、うん、みんなの最先端の先を言ってるから逆に最先端。令和の昭和アイドル、令和の昭和期アイドル、アデリアグラスっていうの。そうなんだ、アデリアグラスっていうんだ。へえ、かわいいね。えタピオカも再流行。そうなの、知らんかった。最近できたものなんかと思ってた、タピオカって。でもさ、ファッション服装とかもさ、あれだよね、回ってくるっていうもんね。なんか大きい襟とかも回ってくるっていうもんね。こんばんは、試食はアズミンってなんだ、特に意味のない言葉ですあまり考えない、考えたらいけない、試食アズミンはめっちゃ意味がない、あんまり意味なく、あの定型文にした言葉なので、深く考えないで、考えないようになんとなくで使ってください。あドアップ、え嬉しい、みんな好きなドアップ、かわちい、ありがとう。回って、リュウくんかわいい、ありがとう。意味ないですよ、試食アズミン、よく聞かれるけどね、やっぱ分かり、意味がない、そんなに意味がない。なんかまあ副菜、主食ってさ、食べ物の中で一番大事じゃん、一番大事っていうかそれが主な食べ物じゃん。そうそうそう、一押しアズミン、そういうこと、そういうことをの意味を込めて試食アズミンって書いてるそうそう、アズミンはデザートでなくて副菜でもなくてみんなの主食だよっていう
まあそういう意味は込められてますね。ぬさん、レインボースターありがとう。ビア君かわいい、ありがとう。そうそう、白米、あずみんは白米みたいな、あずみんは白米、そうそう、白米のようなそう、でもそんなにめっちゃ深い言葉じゃないので そう、なんかなんとなくで使ってください。まさとしさん、レインボースターありがとう。よし、じゃあ行こうかな。続きまして、風を待つ、第7位、風を待つ。いや、これは本当大好きすぎる、全部好きだけど、 STM 曲これはもう好きすぎる曲だ。あと20分、急げ、駆け橋駆け橋で行こう。さっき見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても愛はなし上げ、ただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。まるで帆を畳んだ帆船のように、僕は何もできず凪の中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は見続けてるか。風が吹くよ入り江を抜け、待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I can't stop loving you、 触れる気持ちどう話せば伝わるだろう。愛は魔法じゃへん、抱きしめたいよ、波のように切ない願いを。風が吹いてくるまで、ミス僕は桟橋に立って君を待っていよう。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても愛はなし上げ、ただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。ありがとうございました、ありがとうございました。続きまして、6位、私も披露させてもらった
ステージでも披露した夢をガラス瓶の中にです。四国の曲嬉しかった。これあの MV の衣装着れたのも嬉しかった。やがて必ず届くことを海流はしていたんだ。人は誰でも大切なことを忘れる。あんなに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ、自分のその無力さに心折れそう。夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周もできるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の純粋な気持ち。タワー？待って、モリモリさんありがとう。待って待って待って、何回もついたため息、彼方にあるのか。世界の果てが見えなくたって海流は自然の意志は諦めない。君をリスペクトする、当たり前の毎日に飽きることなく。夢がどっかの海原で沈んでしまったりしないか。想像すると時々不安にもなるけど、きっと未来は思うよりいい方へと流れてる。できない理由ばかり考えていないで、楽天的な日々思い出すんだよ。波は何度寄せて返すのか。指を折って数え永遠の長さを知る。何かを手に入れるのにそんな簡単なわけない。下は足してもしょうがないよ。やるだけやったら今の自分にできることを教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらないし、もさいの中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。モリモリさんタワーありがとう。ミラーボールありがとう。ありがとう。四国公演またね、また出演したいな。
ありがとうございます。ありがとうございますと言ってももう50分だ。やばいやばいやばい。一番だけにしようかな。後半になっちゃって一番だけなの。あれだな。時間配分。やっぱり私の、萌え台詞が やっぱり私の萌え台詞は尺を取るんだ フルでできたかも 尺取る よし。一番のみで。一番のみでいこうかな。だね。オチがそこ、結局そこか。一番のみで。5位、僕はこの海を眺めてるです。あ、人間観、明日の方がいい？まあ、いいや。全然。一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登れば落としてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について、夢について、生きるとは何かと答えずに、黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音。どうしよう。じゃあこの曲でラストにして、明日に回してフルまで歌う。これはフルで歌おう。運だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう、誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう、僕だけが知っている。一番美しい場所で恋もしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。曲だよね。本当にいい曲。確かに初めてソロで披露した曲でもあるしね。思い出があります。太陽が昇る時も太陽が沈む時も僕らを見守るような瀬戸内の海よ。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに、黙ってても聞いてくれるんだ。友は
存在するのか、手をかざせば誰にも見えてくるよ。ありがとうございました。このアウトロのさ、波の音が聞こえるのめっちゃいいよね。ありがとう。よし、じゃあ後半の4位から、でも春夏秋冬がないので、さ、1位の曲がねないんだよね、あれなんだけど、アカペラで歌おうかな、春夏秋冬。明日4321で1の春夏秋冬がないから、春夏秋冬アカペラで歌おう。で、明日持ち越しになっちゃいました。ここまで持ち越しちゃうと思わなかった。持ち越しになっちゃった。ありがとうございました。ねえ、カラオケ入れて入ってほしいよね、いい曲だもんね。うん、じゃあ明日の夜配信で残りの曲やります。リクアは後半戦、プチ後半戦ぐらいのやつ。よし、じゃあ男女読むね。誕生日ます。13位、かげ37さん、ありがとう。12位、ぬしーさん、ありがとう。11位、ディオさん、ありがとう。10位、くまねパパさん、ありがとう。9位、めおこちゃん、ありがとう。8位、ひるやすみさん、ありがとう。7位、ともっちさん、ありがとう。6位、まーきゅんさん、ありがとう。5位、なおつさん、ありがとう。4位、こけだまさん、ありがとう。3位、しんごさん、ありがとう。2位、すえちゃん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルルバン、もりもりさん、ありがとう。もりもりさん、ありがとう。よし、タワーありがとうね、ミラーボールタワー待っててね、俺。じゃあ、だんちょっとカキカキしよう。よし、じゃん。あ、初の男女、ありがとうね。ありがとう、いつもありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。また明日ね、明日夜配信またお知らせします。頑張ろうね、火曜日、火曜日頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとう、バイバイ。ゆっくり休んでね、みんなも。私も今日はゆっくり休めて全回復、めっちゃ元気ピンピンです。いつも元気だったけど、いつも元気だったけど、より元気になった。だからこれからもっと頑張れそうです、フルスピードで。ありがとう、頑張ってね、お仕事学校頑張ってください。ありがとうね、おやすみなさい、また明日ね。じゃあ、ねえねあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。